皆さんこんにちは。今週の週刊少年マガジンではブルーロックが休載。そのため最新206話に備えて直近の休載から現在に至るまでの内容を振り返る206話休載特集を動画にしていこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。202話では174話から始まったネオエゴイストリーグ3試合目バスタードミュンヘン対マンシャインシティ戦がついに完結。一体どんな結末となったのか。バスタードミュンヘン潔は自チームであるノアの力を借り、クロナからのパスが通りそう。あとは持ち前のダイレクトシュートでゴールを決めるだけ。そんな中、後方からあの男が登場。自チームであるミハエル・カイザー。カイザーとしては、潔の武器はダイレクトシュートということで、体勢を崩し、ワントラップさせれば潔のシュートは無理と判断。このカイザーの邪魔もあり、潔のシュートは誕生しませんでしたが、潔としてはこのカイザーの邪魔を読んでおり、ワントラップからの後方へヒールパス。一体誰にパスを出したのか。本誌の方を読み進めていくと、潔がパスを出した先には201話で自ら潰した雪宮がいた。潔としてはこの試合どっか1個でもいいからカイザーに勝つこと。雪宮へのヒールパス、この選択が今のベストピース。潔からのパスを受けた雪宮はその後、潔の期待に応えるジャイロシュート。なおカイザーはこのプレーを読むことはできなかったが、なんとマンシャインシティのレオはこのプレーを読んでおり、前線から一気に戻り雪宮のシュートを封じようとしていた。しかしレオの想像よりも雪宮のシュートが良質。このクライマックスで雪宮はマンシャインシティクリスのナックルシュートを参考に新たな武器を習得。新シュート誕生。結果雪宮の決勝ゴールで3対2、バスタードミュンヘンが2連勝を決め、202話は終了しています。ちなみにこの試合は雪宮のゴールで終戦ということで、202話のタイトル、ハート・オブ・ソード。やはりソードは雪宮剣雄の剣ももじっていた。バローの復活の仕方とは違いますが、雪宮は潔の力も借り復活。次の試合から雪宮は潔の味方確定。潔×雪宮、今後どんな化学反応が誕生するのか楽しみ。203話ではネオエゴイストリーグ第3戦バスタードミュンヘン対マンシャインシティ戦3対2という決勝ゴールを決めた雪宮のゴールシーンが描かれていましたが、基本試合終了後の物語、バスタードミュンヘンの選手を軸に話は進行していました。ちなみにこの試合でゴールを決めた人、バスタードミュンヘンからカイザー国神雪宮、マンシャインシティからちぎりなぎ計5名となっています。順番としてはちぎりカイザー国神なぎ雪宮。この試合が初披露となったちぎりの44パンサースナイプクリスと出会ったことで誕生したシュートでマンシャインシティ先制。その後バスタードミュンヘンネスカイザーコンビで敵陣へ。最後マンシャインシティはカイザーの前に5枚構えるも、カイザーこの5枚を貫くカイザーインパクト1対1。潔はこの試合から味方についてくれたクロナの力を借り前進。最後は自身のシュートでゴールを決めようとしたが、自チームであるカイザーに邪魔をされたことで本来のシュートコースとは違った形となり、このシュートに対して自チームの国神が反応。右足のボレーシュートでバスタードミュンヘンが勝ち越しに成功。なおこの続きはこちらの動画で特集しているため、お時間がある方はぜひチェックしてみてください。マンシャインシティ戦後決勝ゴールを決めた雪宮は潔の元へ行き和解。雪宮としては潔のアシストがあったからゴールを決めることができた。潔としてはあの盤面、自分のフィジカル的にカイザーに勝ちゴールを決めることは無理と判断。そこで潔、カイザーに勝つためには雪宮の力が必要だったため、雪宮を利用しアシストに回った。
もしあの盤面でカイザーが邪魔をしてこなかったら自分で決めていたと発言。なお和解ということで次の試合から雪宮潔の味方になることが確定。潔、黒名、雪宮、新たに雪宮が入ったことで次の試合ではどんな攻め方をするのか楽しみ。その後この和解を見ていた自チームのネスが突っ込む。あそこでパスはストライカーとしてご見て、カイザーに勝ったなんて嘘こいてんじゃねえです。このようにネスとしてはカイザーの負けを認めていませんでしたが、カイザー本人は今回の負けを受け入れ次の試合に切り替えた。次はノアなしでやり合い、ゴールの数で勝負しようとカイザーから潔へ挑戦状。そして203は一番の見どころ、先ほど話したカイザーからの挑戦状に潔が返答しようとした瞬間、潔に異変。ここで203話のタイトルを回収。潔はこの試合メタビジョンを使いすぎた影響でオーバーヒート。ちょっと雑でしたがカイザーが受け止めたことで潔は顔面強打を回避。虫的にはこのシーンを見た瞬間、次の試合は大丈夫なのと思いましたが、最後のページに書いてある文面的に大丈夫と判断。今は眠って再び羽ばたけ。今回のマンシャインシティ戦は FC バルチャ戦から10日後に行われている。この傾向から次の試合、イタリア戦かフランス戦か不明ですが10日後が濃厚。虫的にはイタリア・フランスの順。理由としては単純で、フランスにリンや指導がいるから。過去に潔は試合終了後12時間寝ていたことがあった。こういった感じで今回もしっかりと睡眠をとり、マンシャインシティ戦を振り返る。振り返った結果、新たな課題を発見し、次の試合までに発見した課題を克服。克服できなかったとしても試合の中で改善点を探し克服していくスタイル。今後としてはこういった流れになるかなと思っています。204話では潔の現状と今後、ノアの衝撃発言、ブルーロックランキング更新、バスタードミュンヘンの次の対戦相手が決定、1話分とは思えない情報量、まさに神回となっています。203話でオーバーヒートしてしまった潔ですが、203話の最後のページに書いてある文面的に次の試合は問題なし。204話で判明したこと、潔が目覚めた場所はドイツ領のマスターストライカールーム。つまりわざわざノアが看病していた。しかも10時間も。その後潔はノアと対談、主にカイザーについて。潔としてはマンシャインシティ戦一瞬だけカイザーに勝ったと思った。マンシャインシティ戦はどんな形でもいいのでカイザーに勝つこと、これを題に潔はプレー。次はゴールでカイザーに勝つと潔は目標設定。そしてこの目標設定に対してノアが反応、恒例のゴールでカイザーに勝つための言語化を要求。マンシャインシティ戦で習得した新しい目と脳の使い方、メタビジョンを軸に潔は言語化していき、この言語化の末、潔がゴールでカイザーに勝つための出した策、足りない能力をトレーニング。199話の内容から速度、パス能力、シュート力、次の試合までにどれかを極めゴールを狙いに行くに違いない。そして潔がカイザーに勝つための理論を語った後、ノアから衝撃発言。10年以上前のライバルはエゴであったこと。今回はノア関連で204話のタイトル回収。ノアの発言からエゴは10年前今の潔と同じような思考でサッカーをしていた。またノアとしてはエゴが人生最初のライバル、10年以上前ということで下部組織か20歳になる前にエゴとノアは同じチームでプレー。そして現在はノアが世界一の選手となり、エゴは世界一に取り憑かれた亡霊。今後の期待する点としてはエゴとノアの深掘り。同じ世代ということでなぜエゴはノアみたいに現在プレーをしていないのか、そもそもなぜサッカーをやめた、いろいろ深掘りしがいがあると思うのでどんな感じになるのか楽しみ。第3戦が終了したということで、潔が寝ている間にブルーロックランキングが更新。
ちなみに第3戦の裏ではユーバース対 FC バルチャ第4戦も行われかつ終了したということで、今回のランキングは第4戦までの結果を踏まえた順位となっています。第2戦を終えたランキングでは試合に出た人、ゴールを決めた人、この2項目を軸に評価され入札が入っていましたが、第4戦を終えたランキングではゴールを決めていなくてもクラブのオーナーはストライカー以外の選手にも興味を持ち入札するようになっています。今回の新ブルーロックランキング、第2戦を終えたランキングに比べてブルーロックのメンツ11名追加、計20名に入札が入ったランキングとなりました。なお今回のランキングに関してはこちらの動画で特集しているため、トップ20からトップ6を割愛しトップ5のみを発表していきます。第5位バスタードミュンヘンの国神蓮介。国神としては2度目の入札、マンシャインシティ戦ではどんな形であれゴールをもぎ取るフィジカルとデュエル能力を評価、前回の2400万から2300万というほぼ倍増、1回目とは違うクラブからの入札4700万という評価をもらい第5位となっています。第4位バスタードミュンヘンの潔与一。潔も2度目の入札、マンシャインシティ戦ではポジショニング、インターセプト、パス、コンビネーション、あらゆる面においてフィールドで最も危険な選手だった、世代のモドリッチがここにいる、このように海外メディアが評価、前回の1700万から3300万という上乗せ、国神同様1回目とは違うクラブからの入札5000万という評価をもらい第4位となっています。ちなみに5000万というのは自チームであるネスと同じ金額。第3位 FC バルチャのバチェラーめぐる。バチェラとしても2回目の入札、バスタードミュンヘン戦に続きユーバース戦でもバチェラは1ゴール、前回の3200万から3400万という上乗せ6600万という評価をもらい第3位となっています。第2位マンシャインシティの凪誠志郎。凪としては初めての入札、マンシャインシティとしては初戦となるバスタードミュンヘン戦ではクリスに提案された能動的なプレーを諦めレオとコンビ再結成、レオからもらったパスで凪はブルーロック TV 再生回数ナンバーワンのゴールを決め8800万という評価。ちなみに第4位にランクインした潔、俺よりも凪の方が上、この発言や表情的に潔は今回のランキング凪よりも上だと思っていた模様。第1位ユーバースのバロー翔英。バローとしても凪同様初めての入札、第2戦を終えてのランキングの結果からパリエクスジェン戦ではスタメンかつ試合にすら出ることができなかったバローではありましたが、第4戦目の FC バルチャ戦に出場、また3ゴールという活躍、自チームのクラブから1億という評価をもらっています。204話ではバスタードミュンヘンの次の対戦相手が決定、第何戦目とかは決まっていませんがイタリアのユーバース。今回のランキングの結果、バスタードミュンヘン戦では仙道ニコアリュー、オリバーアイクバロー、計5名のブルーロックのメンツがユーバースの選手として試合に出場するに違いない。ユーバースとは一体どんなチームなのか、ユーバースについてはこちらの動画で特集しているためお時間がある方はぜひチェックしてみてください。205話ではゲストルーム、撮影ルーム、葬式ルーム、各ルームで物語が進行していました。ゲストルームでは主人公である潔が月刊サッカージャーナル二平記者から取材を受けていました。ブルーロック運営は第3戦の結果を踏まえてマンオブザマッチはバスタードの潔と発表。早速205話のタイトル回収。取材内容としては第3戦のマン・オブ・ザ・マッチ、またバスタードから5000万という評価をもらったということで、潔選手は今どんな気持ち、また潔を入札したバスタードのスカウト陣からこんな声をもらっていました。ノアと組ませてみたい、
攻撃にも守備にも万能な新しい形のミッドフィルダーとして使いたい。つまり現状バスタードは潔をミッドフィルダーとして起用したい模様。しかし潔としてはミッドフィルダーではなくストライカー志望。マンシャインシティ戦はカイザーに勝つためミッドフィルダーとしての役割を徹した。俺は俺のゴールで勝ちたい。潔としてはこのエゴを譲るつもりはないと記者に告白し取材は終了しています。潔が取材を受けている中、撮影ルームでは雪宮とクリスが CM 撮影をしていました。ちなみにこの CM 撮影はもともとクリス一人でやる予定でしたが、第3戦で決勝ゴールを決めた雪宮を評価しクリス直々の指名。この撮影ルームで印象に残ったことで言うと、潔という名前を聞いた瞬間クリスが豹変したこと。第3戦でクリスはゴールを狙いに行くも潔にブロックされ失敗。まだ最終局面では潔が捨て駒として起用したノアにも邪魔されバスタードの攻撃を止めることができなかった。クリスとしては相当悔しかった模様。またもう一点、クリスから雪宮へ。次はワールドカップで会おう。この伏線は回収されるのか今後に注目。雪宮クリスの CM 撮影後204話で新たな過去が判明した以後がアンリちゃん経由で雪宮を葬式ルームに呼んだ。エゴが雪宮を呼んだ理由としては目の疾患。雪宮としてはここまで完治不可な目の病気を黙っていましたが、運営側としては入寮前の身辺調査から雪宮の目が悪かったと判明済み。目が悪いということを知らない状態でアヤックスのオマージュクラブが雪宮に2900万というオファー。エゴとしてはクラブ側との信頼関係のためにも雪宮の目についてのメディカルデータをアヤックスのオマージュクラブに送った。この結果雪宮は今回の2900万というオファーは破棄になると思っていましたが、クラブ側が出した答え、目の治療に協力したい。クラブ側としては治療費を全て出す。君の才能はそれぐらい価値がある。ぜひともうちに来てくれ。このようにアヤックスのオマージュクラブが雪宮を評価。しかし雪宮は第3戦の決勝ゴールは潔ありき。もし潔がいなかったら今回のオファーはないはず。またこのオファーを受け取ったら自らのエゴの成長はここで終了。以上の内容からこの好条件は雪宮の方から一旦保留にしてほしいという発言。運命は自分の力で勝ち取りますから。次の試合で雪宮は潔なしでも活躍するというような発言。さすがに現状の雪宮では潔なしでゴールを決めることは厳しいので、雪宮が潔を利用する形、もしくは次のイタリア戦からスタメンの新規のブルーロックのメンツと組みゴールを狙う。一体今後雪宮はどんな行動を取るのか注目。ちなみに雪宮をオファーしたアヤックスのオマージュクラブ雪宮以外にフランスのシドーに2000万というオファーをしています。そして205話最後のページでは取材のため事後は救済と判明。ですがユーバース戦に向けて未だ試合に出場していないバスタードのブルーロックのメンツも複数人登場。第4戦目までの傾向からバスタードはユーバース戦でも新規のブルーロックのメンツがスタメンもしくは途中出場するに違いない。そうなると一体誰がユーバース戦から出場するのか。この件についてはこちらの動画で特集しているため、お時間がある方はぜひチェックしてみてください。以上、今回は206話救済特集でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。